源義平、源義平は、平安時代末期の武将。源義朝の所長詞。通称は、鎌倉悪玄太。母は、京都郊外の橋本の友女、または、三浦義明の娘であり、源頼朝、義常らの異母兄にあたる。92年、父、義朝がおじ、源義方と対立した際には、 吉方の巨漢、武蔵国引軍の大倉館を吸収し、吉方や吉方の衆と秩父重家高を打ち取って、武名をとどろかせた。この合戦は、秩父一族内部の家督争いに橋を発したものに、現氏内部の争いが結びついたものである。なお、この事件の後に、吉平が処罰されていないのは、当時、武蔵守であった。 藤原信頼と義朝が関係を深めており、信頼の黙認があって起こした事件であるからとする、説がある。この大倉合戦以降、鎌倉悪源太と呼ばれるようになった。この悪は、善悪の悪ではなく、強い、武岳しいというほどの意味であり、鎌倉の豪遊な、源氏の長男という意味である。 中世の悪党の要望もこれと同じである。方言元年方言の乱が勃発し、吉友は後白河天皇側に立って参戦し、戦後は左馬頭に認じられているが、吉平の動向は定かではない。方言の乱の後、石関家の影響力が後退し、強大な権力を有していた時点の君の不在という事態に陥っていた。そのような中、 神勢が頭角を表すが、従来の陰近親の間には、急速に勢力を対等させた神勢に対する反感が生じた。また、後白河天皇が二条天皇に上位すると、今度は天皇側近が天皇の神聖を目指し、陰の側近たる神勢を敵視するようになり、藤原信よりが半神勢派の中心に座るようになる。 信頼は武士にとって必要な物産を産出する、道の区国を抑え、義友が基盤とした国の一つである武蔵国の治療国主であるため、義友は信頼との関係を深めていく。また信頼は平の清盛にも娘を嫁がせて、吉美を結ぶようになり、朝廷の部のようと言うべき立場に立つ。平時元年12月9日。 半神前派により三条度の焼き打ちが発生し、神勢が殺害される。この焼き打ちには義友も加わっていた。熊野山系で京を離れる清盛の留守中を狙って、密かに拒兵しなければならず、また当初、信頼らは清盛が敵に回るとは考えなかったために、少数の兵で拒兵したが、義友は東国にいる義平に援軍を要請した。義平は、三浦氏 上佐助氏、山内須藤氏など、自身や義友に私的に親しい東国武士の身を率いて、都に登った。一時的に政権を掌握した半信税派であったが、すぐに、天皇神聖派と陰性派の間に亀裂が生じる。やがて清盛が、都に戻ると、天皇神聖派は、清盛と手を結び、二条天皇を六原に移し、藤原信頼を、 無本人として追悼することを決定した。12月26日、清盛が弟の常盛、頼盛着氏重盛などに命じて代理に軍勢を派遣する。この日は、数時間、戸において戦闘が行われたが、吉平は、兵力では大幅に、平家軍に劣る信頼軍の中にあって奮戦するが、戦闘においては敗北。信頼は降伏したが捕らえられて殺害され、 吉友一行は東国を目指して落ち延びる。その途中で三帝、頼友は一行からはぐれて、行方不明になり、自帝、友長も落ち延びる途中で負傷しその傷が元で落命。吉平は途中で吉友と離れ、東山道から東国を目指すが、途中で吉友の死を知る。その後、平治物語によると、父の仇を討つべく、とに戻って、 清盛の命を狙ったとあるが、詳細は不明である。しかし翌年の英略元年に捉えられ、六条河原において処刑された。吉平は、当時の宮廷社会で、軍事貴族として、頭角を表しつつあった、源義朝の長男であったが、自邸友長が方言四年二条天皇中宮のの十五位、下、中宮の大武神に、三廷、頼朝も、 方言三年に、皇后宮昇神に任じられたのに対して、官位を得たという記録は残っていない。このことから、吉平は、吉友の長男であるが着手という扱いはされて、いなかったとされる。これには、聖母の身分が大きく関与していると見るのが妥当である。四神殿の立花、源義平と、平野茂森、平治物語における吉平は、 方言物語における、源のためともと同様の主人公的な存在で、後に、聖遺大将軍となった、頼朝の兄とあって、非常に殺草とした若武者として描かれている。軍記物語なのでそのまま史実とは限らない。以降は、コンピラボン等の後世に新たに作成された、平時物語による記載である。吉平は援軍を率いて東国からやってきた。 吉平が到着した時、藤原信頼が、お手盛りの樹木を模様していた最中で、ちょうどよかったのを。大国でも、小国でも望みの鍵をくれてやるぞと上機嫌で言った。吉平は、そんなことよりも、すぐに、安倍のへ出陣して、帰ってくる清盛を打ち取りましょう。その後ならば、大国でも、小国でもいただきましょうと返答した。 信頼は気分を害して乱暴なことを申す。安倍のまで言っては、馬の足が疲れてしまうわ。清盛はゆっくりとで取り込めて打ち取れば、よろしいと拒否してしまった。このため、吉友と信頼は正気を逸してしまうことになる。帰京した清盛は、本拠の六原に入ると、二条天皇側近である派出、おもん味方らが格索し二十五日夜に、 後白河上皇と二条天皇を代理から脱出させ自陣営に迎えることに成功する。翌26日、二条天皇は信頼、吉友追悼の戦時を下す。これで清盛が官軍になり、信頼と吉友は俗軍となった。前日の雪の残る27日たつの時、平家軍が六原を出撃した。上皇と天皇を奪われた。 信頼のうかつさを呪いつつも義友はまずは、代理で敵を迎え撃つこととし、諸門に軍勢を排す。義平も弟の友長、頼友と共に守りについた。平時物語によるとこの時、義平は十九歳、八流の鎧置き、石切りの立ちを帯び、足毛の馬に乗り敵を待ち構えた、とある。大剣門は、藤原信頼が守っていたが、そこへ清盛の着難。 平野重森が攻め寄せ、怯えた信頼は戦わずに逃げ出し、門を突破されてしまった。吉友は、大奥病者が、もう大剣門を破られてしまったぞ。敵を追い返せと出撃を命じた。承知と叫ぶや吉平は、鎌田正明、後藤舎本、佐々木秀吉、三浦義住、須藤利道、斎藤舎森、岡部正清、吉、井の又の綱 熊谷直座ね、畑野、延辺慶平山基重、金子井枝田、足立縁元、かずさ広常、石寺委員、片桐慶應の坂道武者十七騎を率いて駆け出した。吉平と坂道武者十七騎は、茂盛の五百騎のど真ん中に飛び込んで散々に戦い、これを蹴散らしてしまった。吉平は茂盛に組みかかろうと代理の左近の桜、右近の立花の間を7、 八度も追い回した。茂森は混乱した兵を収集して、一旦尻ぞき、荒手の五百機を得て、再び門内に押し出した。荒手を受けた吉平は勇みに遺んで突撃し、茂森に向い、着難同士何の不足があろうか、サー,ーと挑みかかる。まともに相手にすべき敵ではないと考えた茂森は、兵を尻ぞかせた。それを吉平が追撃。兵家の五百機は、 源氏の十七期に追い回され、蹴散らされた。茂森は、主十三期で逃げるが、それを見つけた義平は、鎌田正明と共に、これを追った。正義義は、茂森の馬をいて、茂森は転げ落ちる。そこへ、正義義が組みかかろうとするが、与え三左衛門慶安が主人を守り、正義義と組合いになった。義平は茂森を追うか、 正規よしを助けるかを思案し、まずは大切な家人の正規よしを助け、ケイアスの首を跳ねた。覚悟を決めた重森は、吉平と一気打ちしようとするが、新しい東西門や大がこれを遮り、よ平に組みかかった。打ちたいは打たれたが、その間に重森はそのここを逃れた。幾香る門では、吉友と平頼ひよりが激戦し、よりは突破できず、 兵を退いた。源氏軍は代理を出て、平家軍を追撃する。ところが、これは計略であった。平則利森の別動隊が、代理に迫るや内容者が門を開けて引き入れ、代理は、平家方に、占拠されてしまった。退路を失った吉友は、清盛の本拠、六原への総攻撃を決める。源氏勢が六原へ派せ向かっていると、六条、河原の辺りで、 源の頼政の三百機が戦うこともなく、不人していた。これを見た吉平は、さては我らが負ければ、平家に味方しようとしているのだな。憎いやつだ。蹴散らしてしまえと同じ源氏の頼政の軍勢に、攻め込んでしまった。いきなり攻撃されるとは思っていなかった。頼政の軍は蹴散らされるが、頼政は、形勢は伺っていたが、 必ずしも平家に就こうとも考えていなかったのに、結果的に平家法に追いやることになってしまった。吉平に、好意的な平治物語の作者も、若気のいたりであろうと評し、その行為が、いたずらに中立者だった王領を攻撃して、菅の控訴に就かせてしまった故事を引いている。吉平は、万道武者を引いて、六原へ攻め寄せた。 清盛も黒一色の武具鎧に黒馬に乗って出陣。すると、悪元太吉平健山と一挙に突きかかり、平家も主人を撃たせてなるかと源氏を押しくるみ乱戦となるが、源氏は朝から戦い投資なのに対して、平家は次から次へと荒手を繰り出しており、疲弊しきった源氏はついに敗走した。なお、戦闘に関しての史実上の見解は次の通りである。 具寛省によると、吉友は、代理ではあまり戦わずにすぐ、六原を目指した。また、頼政の裏切りについて、源のよが参戦していたとするならば、それはもともと美腹門院に従っている立場に基づき、信頼に一時同心しただけであるので、二条天皇が、不在となったその時点では、自らの意志で、信頼自命から抜け出したと見るべきだとされている。 ちなみに、古代本、平治物語には、六原襲撃を行った時点での吉友軍は20機ほどしか残っていなかったと記載されている。吉友は、東国で最強すべく刑を脱して落ちるが、落ちうどがりで、吉友の王子の源の吉高は死に、友長も桃をいられ、重傷を負った。大勢では逃げ切れまいと突き従っていた、万道武者たちを解散して、 吉友とこの吉平、友長、頼友、それに、一族の源の重成、平賀義信、家人の鎌田正明、渋谷梱ノーマルの発揮となり、関東を目指した。雪中の逃避行で年少の頼友が脱落してしまう。一行はようやく吉友の目けのいる、美の国青墓塾にたどり着いた。ここで吉友は再挙のために吉平は、東山道へ、友長はなの、 海へ下って、兵を募るよう命じた。兄弟は宿を出ると友長は、心細げに、開始なのはどちらへ行けばよいのでしょうと問うと、吉平は遥か雲の方を見て、あっちへ行けというや、飛ぶがごとく駆け去ってしまった。負傷していた友長は進むことができず、青墓へ引き返し、捕らえられるよりは死を望み、吉友は涙ながらに、自らの手で我が子を刺し殺した。 翌英略元年正月三日、鎌田正明の衆都である、尾張国の住人、長田忠宗の館に投留していた義友は、忠宗の裏切りに、愛聖清と共に暴殺されてしまった。飛騨国についた義平は兵を募り、かなり集めたが、義友王子の噂が伝わると皆逃げ散ってしまった。これまでと自害しようと思ったが、せめて、清盛か、重盛と、 相打ちになろうと、心に決め、刑へ向かった。六原あたりで機会を伺っていると、下人だった志内刑清と出会った。怒った吉平は質問するが、影隅は、源氏の世が戻るまで機会を伺っていたのですと、弁解し、結局、協力することになり、吉平は、影隅の下人ということにされ、数日、暗殺の機会を伺った。だが、 吉平の風貌はとても下人風情とは見えずに、不信がられ、宿舎の主人が二人の食事の様子を覗き見ると、下人のはずの吉平が、主の膳をかげすみが、下人の膳を食べていた。さてはと密告され、18日夜に、南ン共演が300機を引いて、宿を取り囲んだ。吉平は飛び出すや石切りのタッチを抜いて4、5人を、切り捨てて逃げ去ってしまった。その後、 吉平は、大見国に潜伏するが、二十五日に石山寺に、潜んでいたところを発見され、ナンバ房の老頭に受け取られた。吉平は、六原へ連行され、清盛の尋問を受けた。吉平は、生きながら捕らえられたのも、運の月だ。俺ほどの敵を生かしておくと何が起こるかわからんぞ。早いおぎれと言ったきり、押し黙ってしまった。吉平は六条河原の絵引き立てられた。 立ち取りは波房、ナン常ツネ俺ほどのものを白昼に変わらできるとは、平家の奴らは、情けも物も,も知らん。安倍野で待ち伏せて、皆殺しにしてやろうと思ったのに、信頼の不確人に従ったためで決なんだのが、悔やまれるわと憎まれ口を叩くと、常ネフへ振り向き、貴様は俺ほどのものを切るほどの男か名誉なことだぞ、うまく切れ。まずく切ったら食らいついてやると言った。 首を切られた者がどうして、くらいつけるのかと問うと、すぐにくらいつくのではない。雷になって蹴り殺してやるのだ。さあ、切れと答えて吉平は斬首された。去年二十。それから八年後、南伐根房は、清盛のお供をして、摂津国布引きの,滝の滝を見物に行ったとき、にわかに雷雨となり、雷に打たれて死んだという。福井県大野市泉地区には、 吉平が残したとされる青葉の笛がある。伝承によると、吉平はその村の長の娘であるつとの間に、数目を設けている。その笛は現在は、折れていて吹くことはできないが、子孫である朝日家に代々伝わっており今も大切に保管されている。近年の研究では、鎌倉時代より前に作られた笛の特徴があると、されている。 岐阜県の悲札八幡宮社伝造リウーム名札が残っており、その中に伝え聞く、東国八和田宮は、源義平、保元連中に、関東鶴岡より、ここに誕生する、という記述や美濃の各地で見つかっている。古文書には、方言年間の義平の寄進状が見つかったこと、ひだにも義平に関する伝承がいくつかあり、義平はこの地域を過去にも訪れていた可能性は、 高いまた、平時の乱での挙兵の時には、ブーンを祈願して悲殺八万宮に、鶴岡八万宮のご神体を祀った。ありがとうございます。